い。では、こんにちは。私、内田と申しまして、まあ、気象予報士の資格持っていますけども、今回はですね、まあ、ちょっと軽いお天気講座ということで、2回目になりますね。去年も同じ時期ぐらいにやらせてもらったんですけども、まあ、今日はですね、まあ、多分、なんていうのかな、天気予報でよく見る天気図のお話とかをちょっとしていこうかな。天気図の読み方とか、知ってると結構面白いよっていうお話をさせてもらおうと思っているので、まあ、しっかりと聞いてもらったらいいかなって思いますね。ところでまず音声が聞こえてるかどうかなんですけども、もし音声聞こえていたら一回うんっていうボタンを押してもらってもいいですかね。聞こえてますか？うんボタンとか押せますか？まあ、ちょっと聞こえてない人もいるかな。でもまあ大体聞こえていますかね。はい。じゃあ、この形でちょっとお話をしていきたいと思います。あ、大丈夫そうですね。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日はですね、先ほども言いました通り、いわゆる天気予報とかである天気図っていうのをね、ちょっとどんな風に見るといいのかっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。もう肩の力抜いてね、聞いていってくれたらいいかなって思います。さあ、では早速なんですけども、最初はですね、こんな画像からちょっと見せたくって。よいしょ。はい。さあ、これ何でしょうっていうことなんですけども、これ左上の文字見えますかね？ここにね、日付が書かれていて、9月26日ですから火曜日です。火曜日の天気図ですね。これを見せています。どうでしょう皆さん。僕は大阪に住んでいるんですけども、火曜日の天気って思い出せます？火曜日ってどんな天気？ね、火曜日のご飯何やったかっていうのもちょっと思い出しにくいですけどね。はい、実はですね、大阪をまず中心に言いますと、大阪、火曜日はいい天気だったんですよね。ちょっと暑い感じ、普通だった。そうやね。晴れて、雨ではなかったですね。晴れていい天気だったと思います。実はその時の朝の天気図を見せているんですけども、そうそう晴れでしたよね。天気図こんな形でした。今日はね、まずとりあえずここにあるこういう記号だとかにちょっと注目していってほしいなと思うので、まあ、この記号、高気圧のこうですよね。ちょっと覚えておいてください。覚えてない。そうやね。そんな人もいますよね。はい。まあ、とりあえずね、この時実は晴れてました。かわいい晴れのマーク。うん。これが火曜日だったんですけども、次、水曜日になるとどんな天気になったか、これはどうですか？覚えてはります？次、水曜日。どうでしょうね。これね、水曜日のまず朝はですね、ちょっと曇ってきたんですね。水曜日朝、そう。雨が降ってました。そうそう。地域によってはそうかもしれませんね。いわゆる天気の下り坂で、そうそう。曇りで雨。それ正解だと思います。まあ、こと大阪でお話をさせてもらうと、曇りから夜になりますと、雨が、降ってきまして、僕、まあ、いわゆる天気予報の資格持ってるんですけど、この日傘を忘れてしまいましてですね、お恥ずかしいですね。ちょっと濡れちゃうかな、実際ちょっと濡れちゃったんですけども、まあ、そういうところはちょっと気をつけなあかんなっていうことですね。あと僕ちょっとね、恥ずかしいことながら傘をいつもどこかに忘れるんですね、電車の中とかね。あとはまあまあ、職場で忘れたりとか、いつも奥さんに怒られるんですけども、まあその話どうでもいいですね。はい、ということで、これね、実は水曜日ちょっと雨が降ったんですが、この時ですね、赤の、これも後でちょっと重要になるから見ておいてもらおうかな。低って書いてます、低気圧。こんな記号とか、あとはなんか線が引っ張られてるんですね、このあたりね。このあたりが前線と言って、こんなあたりもちょっと後でキーワードになるので覚えておいてください。はい。まあ、これが来て、ちょっとなんか雨降ったなっていうことですね。さてさて、じゃあその時、じゃあ実際どんな風になってたかを、まあ、実際の写真で見ると、いわゆる気象衛星写真ですね。まあ、こうなっていて。まあ、日本列島がここにありますけども、見にくいか。日本列島がここにありますけども、まあ、雲に覆われてますよね。まあ確かに雨降ったんだなっていうことが多分わかると思います。はい。さあ、じゃあそうなんだけど、じゃあ、
次の日だから木曜日なんで、これも昨日です。昨日はどうだったかとなると、まあ、天気図は実はこんな感じになっていて、昨日の天気はね、朝方ちょっと曇ってたんですよね。うん。でもまあまあ、その後ちょっと晴れてきたという形。どうもね、こいつがちょっと動いていってますね。はい、これで曇りになりました。さあ、そして、今日、ちょっとね、今日の天気図はね、ちょっと用意できなくて、これ昨日気象庁から発表された今日の予想天気図なんですけど、まあ大体似てると思います。今日の天気はどうですか？聞くまでもないよね。窓の外見たらいいんですわ。ということで、今日はいい天気ですよね。そう、いい天気、もう爽やか。私6時半に起きたんですけどもね、空を眺めますとすごい青空パーって広がっていて、しかもね、空気が素敵ですよね。一雨ごとに秋が訪れると言いますけども、ちょっとひんやりとしてるんですけども、爽やかな朝。そうそう、寒かったですよね。ラジオ体操なんかしたらちょっとブルブルってこうなるかもしれませんけども。そう、そんな天気でした。そう、なった時に、まあ、また、なんかね、ちょっとやっぱ今日のキーワードとかここなんですよね。こういうものが近づいてるなぁ。そうやね。秋晴れだったよね。いうのをちょっと意識をしておいてもらったらいいと思います。はい、いうことで、これ、ちょっとここ3日ぐらいの天気をざーっと見ていったんですけど、どうでしょう？なんかまあ、まずもってすぐに気づけるようなことがあるかもしれません。ちょっともう一回最初から追っかけてみましょうか。火曜日は晴れてました。晴れてる時にこういう記号のものがありますよね。いわゆる高気圧ってやつです。これがですね、水曜日になりますと、高気圧がちょっと右にずれまして、これ実は方角で言うと東です。東にずれて、その後で低気圧というものがふにゃふにゃっていう交換をどうかと思いますね。ふにゃふにゃとやってきたんですよね。あ、なんか天気下り坂。そして、夜になると本格的に低気圧がやってきて、雨ですね。そして雲いっぱいで、次の日はこの低気圧がもう移動していったんですね。それで曇り。で、本日、秋晴れ、素晴らしい。高気圧が今度来ましたね。もう大体、流れは分かってもらえると思いますね。日本の天気っていうのは、こんな風に、なんかね、左から右、すなわち西から東に天気が移っていくっていう、そういう特徴があるんですけども、その時に例えばこの高気圧というのが来ていれば、もちろん晴れるし、そして、低気圧とかなんかこういう前線とかっていうのがあると、なんか雨が降るっていうことが分かりますね。まず天気図の読み方の第一歩はそこです。天気図の読み方の第一歩はそこですね。これはもう知ってる人も多いよっていうかもしれないけども、非常に大事。その高気圧と低気圧というものが、日本の天気をある意味支配してるんだよっていうことを、ちょっと知っておいてもらったらいいと思うし。で、それを今日は元にしてね、後でね、ちょっと時間があれば、6問ほど、みんなにね、過去の天気図を見せて、この時大阪の天気どうだとかね、北海道の天気はどうかなとかっていうクイズを出そうと思います。なので、そのクイズに答えられるようにね、ちょっとだけ、まあ、この辺の高気圧、低気圧、あとは雨の降り方のお話をしていこうと思うから、もう肩の力抜いてね、ちょっと聞いてもらったら嬉しいですね。はい、さあ、じゃあ、やってみましょうか。まずそうそう、今言ったように、その高気圧とかね、低気圧とかで、なんで晴れたり、雨降ったりするのっていう、そこの、まあ、簡単な原理だけお話をしましょう。まあ、いわゆる仕組みですよね。はい、それの説明はね、実は、あ、そうか、これは最初、ついか、これですね。はい、これを見てもらわないといけない。そうそうそう。まず、高気圧とか低気圧ってどんなものかっていうのを皆さん知ってるかどうかですよね。はい、高気圧って何ですかと言われると、これ、高気圧。気圧が高いということで、この気圧ってわかりにくいんだけどね、これ空気がぎゅーっとたくさん集まっている。空気の密度がちょっと大きくなってると思ってもらったらいいです。だから、ここにはね、今ある意味空気がたくさん詰まってるみたいな、そんなことを思ってもらったらいいんですよね。で、そうするとね、この空気がたくさん詰まった高気圧っていう部分、これどうなるかというと、まあ一応この辺地面を描いてるつもりなんですが、地面付近の高気圧っ
って、この後空気をどんな風にしていくかというと、実は、はい、こんなことします。これ、絵で分かってくれますかね。実は地上付近の高気圧は、周りの空気をこう、押し、のける。空気を押しのけるという、こういうことをやります。地面に突っ切っていくことは無理なんでね、空気ね。こっちはいかないでしょ。こういう風な形で空気を押しのけていくんです。ねえ、わかりにくいよね。この高気圧のイメージを持ってもらうにはね、たくさん空気が詰まったやつを見てもらったらいいと思うんです。それが何かというとね、気圧が高いものって、実は身の回りにもあるんですよ。何かというとね、見えます?あ、ペットボトルです。はい。中に飲み物入ってます。何かというとね、炭酸水ですね。実は私ですね、炭酸水めっちゃ好きなんです。お子様とかだったらね、サイダーとかお砂糖が入ってるやつとか結構好きだと思うんだけども、いやもう大人にもなりますとね、逆に砂糖入ってる飲みも、飲めませんね。ちょっと特定企業の商品出して申し訳ないですけどね、僕はね、昔スプライトっていう、あれコカ・コーラだったっけな、出していた要するにジュースです。めっちゃ好きで、毎日飲んでてお母さんに怒られるみたいなね。そう。そんなんが実はあったんですけども。炭酸!炭酸ってね、実はこの中にね、まあいわゆる空気というか二酸化炭素なんですけど、これがギューっていっぱい入ってるんですね。炭酸が入った容器とかね、また買ってもらったらこれ硬いですわ。硬いからまあなんか空気がいっぱい入ってるなみたいな。そんなん想像してもらったらいいですね。これをね、まあ開けてください。プシュッと。開けてください。開けると何が起こるか。これ、音声届けられるかな?行くよ?もう先言われた。むしろ、もう、ごめんね。その通りね。もう、いや、一応ネタで買ったのでやらせてね。なんで後ろが開く?これギャグみたいになりますね。失礼いたしました。じゃあやってみるね。音消えるかな?聞こえるかな?聞こえた?プシュって言ったよ。あ、よかった。聞こえた。何をやってるんでしょうね。これはね、だから結局中にあった空気、まあ二酸化炭素がボーってこう出てきたんですよね。なんでかって言ったらやっぱり空気たくさん入ってるから、外に出たがってるわけです。ビャーって。出たがってるので、まあ言うたら周りにあるこの空気を押しのけて、プッシューってこう出てきてるんですね。はい、そんな感じです。これはまた後で私が美味しくいただきますからね。ご安心くださいっていうことですが。だからね、これちょっと頭入れといてほしい。この辺の高気圧っていうのは空気を押しのけて周りに広がっていくというね。はい、これちょっと押さえてもらったら結構です。そうすると、実はだからね、この辺の空気たちがこう下の方にこういう風に逃げていくっていうことが起こるので、この後起こることがですね、よいしょ。この後起こることがですね、実は空気が降りてくるんですね。まあ、ここの空気がこう全部こう押し出されていく、その押し出された空気をまあまあ保管するような形で、高気圧の上側にはですね、高気圧の上側にはですね、ちょっとした降りてくる空気が実はあります。そう。この、下降する空気、降りてくる空気が、むちゃくちゃ大事です。じゃん。専門用語出しましょうか。下降気流と言います。まあ、まだ覚えなくてもいいかもしれませんね。下降気流と言いまして、高気圧はこの下降気流というのがあるんだよっていうのを、まずしっかりと知っておいてください。これ知ってるだけでも相当強いと思いますね。はい。では、さてですね。じゃあ、低気圧の方はどうですかとなりますと、これまあ、イメージ今度わかりますかね。これ逆になるんですね。低気圧は今度はね、周りから空気が流れ込んできます。ドドドド。なんで?まあ、低気圧っていうのは、まあ、高気圧の逆なんですよね。空気が結構、あまりないというか、圧力が低いっていうことになっていまして、
こう圧力が低い部分には実は周りから押されるような、そんな力が働いて空気が入ってくるんですね。で、それをじゃあ体験しようとなりますとですね、体験するならまあこれなのかな。見えます?はい、牛乳ですね。まあ、企業名は消したつもりなんですけども、まあ、どこの企業かはわかると思います。これまあまあ、いわゆる、美味しい牛乳で、僕牛乳大好きでね、毎朝飲んで、ちょっと美味しいやつですね。紙パック、また紙パックですね。まだ開けてません。これね、飲むときにチューって吸うでしょ。吸うでしょ。その吸うときっていうのが、実はこの低気圧と等しいんです。さっきはね、高気圧って空気パンパンで出ようとしてたんですよね。低気圧は空気が少ないっていうことだから、吸い上げてあげる。うん。これでね、低気圧の状況を作れます。でね、できるかな。飲んでいいですか?要するに吸い上げますから、飲むんです。よいしょ。飲んだら、きっとね、この側面がね、ちょっとこう、ペコッとこう、わかります?ペコッと、縮むんですわ。わかる。それをこう、今から、やろうと思うんですが、見えんのかな?ちょっと飲むよ。これ、牛乳吹き出したら本当の放送事故だよね。もう気をつけるね。ちょっとごめんなさいね。見えんのかな?はあ、見えた?うん。自分で言っててもどうかと思いますけど、ちょっと見えてないような気がします。そうだよね。だよね。もう一回じゃあ飲みますね。うん。ごめんね。でも、気持ちは分かってもらえるんじゃないでしょうかね。美味しかったよ。だってめっちゃ美味しいもん。牛乳。まあでもあんまり身長伸びてなかったんでね、ちょっと悲しい思いをしましたけどね。まあそれをまあ置いといたとしても、まあやっぱりね、こう、ちょっと。うん。吸い上げて、そうだよね。空気がなくなっていくと、周りからギュッと押されて、美味しいです。ありがとうございます。美味しいよ。そう、こういう風になりますよね。なので、やっぱり低気圧っていう部分はこうやって、周りから空気が入ってくるんだよっていうことを分かってくれたらいいと思います。そう、これが大事なんですね。で、その結果ですね、じゃあここに入ってきた空気はどうなるかというと、もう書きました。地面に入っていくわけにはもちろん行きませんので、これ実は空気中上に行こうとするんですよね。はい。というわけで上昇をいたします。はい。そう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 、素晴らしい。上に行く、上がっていく。その言葉が出るとか素晴らしいです。ね、この上昇というキーワードが分かってると非常に強い。うん。専門用語で上昇気流って言うんだよね。で、この上昇気流が起こるところを今日一つテーマとしてしっかりと覚えておいてください。もう一回言いますね。上昇気流が起こるところを探すというのが今日のポイントになります。まあ、大体、あれかな、夏場とかの入道雲を見ると、もく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 上に登っていきますよね。この上昇気流が、実は、雨、雲を作っていくということになる。いいね。これ低気圧というものがあったら雨が降るというのももちろん大事なんだけど、それ以上に雨降るところは空気上昇してます。これが大事です。雨降るところは空気が上昇しています。そう、これが分かってると非常に天気図の読み方も面白くなってくるんですね。はい、そういうことを頭に入れておいてください。ちなみに高気圧はその逆で、うん。まあ、こうだね。逆に雲を地面にまあ押し付けるというか、地面に降りる下降気流があると雲消えちゃうんですよね。だから逆にここは晴れるということを頭入れておいてくれたらいいです。はい。ありがとうね。みんな、うんうんっていう感じで言ってくれてる。ここのところをまず基本として覚えてください。
はい。じゃあ、そうすると、今日はこれをまず基本としてお話を進めるんですけども、もうちょっとだけ応用編をやっておきます。今言ったように、低気圧があるから雨というよりも、むしろ上昇気流があることっていうのが大事なんですね。じゃあ、他にも低気圧じゃないところで上昇気流って起こるんですかって言われると、これが起こります。それをちょっとお見せしましょうね。二つほど。次、まず一つがですね、こういう状態。これ、漢字でね、寒気と書いていて、これ寒気。冷たい空気ってことです。寒気、冷たい空気。で、こっちがね、暖気と言って、これ、あったかい空気です。あったかい空気。この寒気と暖気がね、隣り合わせで言いますとですね、実は、この二つ、ちょっとした動きをするんですね。どういう動きになるかわかります？これちょっと難しいですね。まあ、これはもうパンと出しましょうか。実はね、あったかい空気の方が上行くんです。よっとね。これはどうだろう？何が一番わかりやすいかというと、冬場にね、エアコンとかで暖房つけてるとね、実は上ばっかりあったかくなっていってしまう時があるんですね。あったかい空気って上に行く。あとはお風呂。お風呂しばらく放置してるとですね、お湯の表面はあったかいんだけど、底の方は冷たいとか、そんなに実はなったりもします。実はですね、こうやってあったかい空気があると、冷たい空気の上に乗り上げようっていう、こんなことが実は起こるんですね。これちょっと難しいけど、これも覚えておいてください。これで実は雨が降ったりします。いいかな？そうするとね、ちょっとさっきのね、話に戻りますとですね、前線っていうのをちょっと紹介しましたよね。これがいいかな。よいしょ。この前線というものが、実はですね、今言った暖気と寒気のぶつかり合いっていう、これに実は表してます。確認をするとですね、さっきの画面戻って、暖気が上がって、寒気がある。この暖気と寒気がどうなってるかというと、ここの部分は、北の方は基本的には冷たい空気です。北の方が冷たいね。北の方が冷たい空気。で、南の方、こちらの方が暖かい空気。これ上空から見てるので、冷たいのと、暖かいのが、隣り合わせで実はいるんですね。で、そういうところでは、さっき言った、こういう雲が発生する。ちょうどこの境目部分ですよね。ここの境目部分っていうのが前線。こいつらですね。この前線っていうのになってるんだよと思ってください。だからもう一つね、前線付近では雨が降るっていうのはちょっと知っておいた方がいいですね。はい、そういうとこも押さえてください。さて、もう一回戻りましょうか。じゃあもう一個ぐらい何かあるんかと言われると、今度はね、もう暖気とか寒気とか低気圧とか全くない、ちょっとした状況でして、失礼。こんな状況です。僕が自作で作ったんでね、ちょっとこれ、この絵ちょっと描くの恥ずかしかったんですけども。これはですね、風が、まあ山に向かって吹いてるよっていう、こういう絵を描いてます。こう風が吹いてきてるっていう状況ですね。はい。この後、どうなるかわかります？この風かな？風はどうなるかわかります？昔これ聞いたら、風が山をなぎ倒すとか、もうなかなか斬新ですよね。そんな答え言った人がいるんです。そんなボケましょうのコーナーじゃないですね。そうそう、ぶつかる！いいね、ぶつかる。その後。ぶつかってどうなる？ぶつかった後空気はどこに行く？なぎ倒さないですね、さすがにね。はい。じゃあ、ちょっと書きますと。山へこまないです。そう。上ですね。上、やっぱり上なんです。やっぱり山に当たった風っていうのは、どうしても地面に潜ることはできませんので、やっぱり上に行く、上昇してしまうんですね。はい、そうすると、もし、まあ、これいつでもそうってわけじゃないんですけども、この風が、まあ、湿っている。まあ、水をたくさん含んでるとでも言いましょうか。そんな風だったらば、やっぱり雲ができて雨が降るんですよね。はい。というわけで、風と山というもの、はい。これがちゃんと分かっていると、実は雨が降ってるかどうかが分かるということにも実はなるんですね。
はい、そういうふうに思ってみてください。よし、じゃあこの辺までを講義にしまして、じゃあ今日はこれを含めての、はい、天気予報をまとめておきましょう。皆さんは知ってほしいのは、この空気が上昇すると雨で、空気が下降すると晴れ。まあ、空気が上昇する代表例が低気圧だとか、うん、前線とか山、風がぶつかる山地だとかっていうのと、あとは晴れるところはやっぱり高気圧かなっていうのをね、ちゃんと押さえてくれて、はい、これを元にやりましょうか。天気予報ね。はい、皆さんで天気をちょっと予想していきましょう。はい、じゃあ行きまーす。今日できる限りやりましょうね。6問ほど用意してます。まず1問目がドン。こんな天気図。ちょっと先ほどの天気図と変わってしまって見にくいので、私の方でこの低気圧だとかっていうのをこう書いてます。低気圧こことかね。低気圧こことか。はい。高気圧こことかっていうのを書いてます。で、日本列島ここにあるのは分かってくれますかね。日本列島ここです。日本列島ここで、大阪、東京、北海道、九州、沖縄ですね。はい。まあちょっと見にくかったらごめんなさい。でもこんな感じ。はい。するとクイズ出していきましょうか。ちょっとみんな答えられたら答えてね。まず第一問はね、ドン、北海道行きましょう。はい。この日北海道はどんな天気だったでしょう？うん。この日天気、北海道付近はどんな天気だったでしょう？まあ、ズバリ雨か晴れかですね。いいですね。まあ、このあたりはなるほどっていう感じですよね。はい、雨で結構です。天気は雨。まあ、これはさっきも言ったように、そう。寒冷前線という前線が近づいてきていて、もうここ実は雲いっぱいなんですね。はい、北海道付近は実際この後雨が降って、ちょっと強い雨になったかと。確かこんな日だったと思います。そう、北海道は雨です。はい、じゃあ、もう一問行きましょうか。この天気図でもう一問行きます。次は、ここ、西日本。うん。いいね、全員正解だね。はい、西日本はどうでしょう？天気はズバリ、雨か晴れか、どっちでしょうね。どう思います？うん。そうやね。そうやね。うん。これはもうまず1問目ですから素直に考えてくれていいですね。晴れでございます。正解ですよ。これはやっぱり高気圧っていうのがこう近づいてきていますよね。はい。ですからこの日の西日本、特に大阪とかは晴れということでいい天気だったそうです。はい。まあやっぱり低気圧と高気圧をまず抑えることは重要ですね。はい。ちょっとじゃあ、テンポを上げましょうか。皆さんちょっとよく分かってくれるので非常にやりやすい。はい。第2問目。ドン。はい。今度はこんな天気図です。日本列島、ここね。はい。これは1問だけ出しましょうか。はい。ズバリ、じゃあ、北海道の天気、ここ。北海道の天気は、ズバリ、どうだったでしょうか。はい。どうぞ答えてみてください。北海道はどうでしたか？そうですね。はいはい。雨っていう答えはなさそうですね。はい。この日の北海道の天気は基本的には大まかな晴れでした。ちょっと低気圧がね、この辺にありますからね、ちょっと気になるような感じではあるんですけども、この低気圧の影響はだいぶ少なかったみたいですね。まあ、雲は出たかもしれませんけども、おおむね晴れ。やはりね、高気圧の前面っていうのは、これから晴れるぞ。うん、晴れになることが非常に多いんですね。はい、そういうふうに思ってもらったらいいです。はい、あ、そしてちなみに、じゃあ、ここはどうかというと、西日本。これはさすがに雨ですね。低気圧近づいてますからね。はい、この日は北と南で天気が違いましたね。はい、雨と晴れというふうになっていました。はいはい、おー、なんかいい感じですね。はい、じゃあちょっと次やってみましょう。次はね、ドン。すごいわかりやすい。はい、ズバリ聞こう。これね、日本全国大体ほとんどある天気。はい、どんな天気だったでしょう？
聞くまでもないですか。ありがとうね。本当そうです。はい、快晴です。本当にいい天気図。こういう天気図見たらもう僕むちゃくちゃこうワクワクしますよね。あの晴れです。もう綺麗に晴れです。あの、こういうね、高気圧がドーンと真ん中に来るようなのは、秋とか、春の、まあ、本当に気候がいいなっていう時に多いですよね。あの、大きな高気圧がもうほぼ日本列島全域を覆って、まあ、ほとんど晴れ。素晴らしい。まあ、いわゆる、あの、お出かけ日和ですよね。はい、そういう風になってください。まあ、なってると思ってください。はい、もう一問行きましょうか。じゃあ、これはどうだろう。そう、予報外れないですね。ああいう風に来るとね。はい。ちなみにこれも、まあ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 、なかなか辛い。はい。これも聞きましょうか。日本全国どんな天気まあ、ちょっとアホみたいな指導になってるかもしれませんけどね。はい。そうですよね。まあ、めちゃめちゃ雨。まあ、豪雨。そう。実はこの日は豪雨だったんですけどね。もう言っちゃいましたね。はい。雨です。ちなみに季節いつかわかりますか？季節。日本全国で雨が降るとかって、まあこの季節かな、みたいな。まあ北海道とかはね、まあ晴れてたりもするときあるんですけどね。あ、出ましたね、答えね。梅雨です、梅雨です。もちろん、これ梅雨です。やっぱり梅雨っていうのはね、こういうふうに日本列島を横切るような感じで、いわゆる前線、雨の領域が広がるんですよね。で、この状態が実は続いたりするので、まあずっと雨が降ったりする。梅雨ってやっぱりちょっと寂しいですよね。雨がちになるということになります。はい。でもいや、もう素晴らしいというか、低気圧、高気圧とかっていうのがまず見えてくると、非常にこう、天気っていうのは天気図からも見えてくるなっていうことになると思うから、そこのところをちょっと頭入れておいてください。はい。さ、なんですが、私、気象予報士をやっておりまして、じゃあ気象予報士、これだけを見てニコニコ笑ってるのかというと、実はそうではないんですね。ここからは最後ちょっと難しめの応用問題いきます。心していきましょうか。次の問題がドン、これです。これね、実はね、ちょっとちょっと前に出した、この天気図と、まあ、似てるかな的な気もせんこともないような気がする。わかります？ドンと高気圧ありますね。こちらがドンドンドンってこう、高気圧が3つあるみたいな、そんな感じになっていて、これね、なんか一見、まあ、高気圧ドン通るな、まあ、晴れてそうだな、とかってこう、思うんですけども、実はね、実は一箇所雨降ってます。ちょっと沖縄は置いといてください。沖縄は置いといてください。日本ですね。あ、台風いますよ。そうそうそう。これ下の方に台風いるんですけど、ちょっと沖縄は置いといてください。いわゆる、本州、四国、九州、北海道。どこぞでね、これちょっと雨がちになってるんですが、これが気づけると天気図めちゃくちゃ面白くなります。どこで雨降ってるかわかります？どの辺かわかります？これちょっと言いにくいな。わかんない。これわかったらね、気象予報士になれますよ。4択ぐらいにします？北海道、関東、九州、あ、3択になっちゃった。3択にしよう。北海道、関東、九州、どこら辺でしょう？北海道はここですね。関東。九州はいないかな？北海道。まあ、難しいですよね。はい。ではもうちょっと答えを言いましょうか。これ答えがですね、関東です。ここです。関東です。当たった人すごいね。これはね、なぜ関東でこれ、いや、高気圧近いじゃん。晴れてんじゃないのって思うかもしれんけど、適当でいいよ、適当でいいよ。ね、理由を申しますとね、実はね、いわゆる等圧線、この線の意味をちょっと言いましょうか。等圧線に実は注目してもらうんです。
あのね、関東付近の等圧線がね、こんな感じで、こんな感じで、こうわかりますかね。ちょっとね、盛り上がってる。すごい説明した。盛り上がってる。いいかな。で、この盛り上がりの説明をちょっとしますとですね、今回のこの天気図では、この真ん中日本列島付近が高気圧なんですね。高気圧。で、下の方は何かというと、さっき言ってくれた人いますよね。あの低気圧というか台風です。台風も大きく言ったら低気圧ですので、これ下の方に低気圧があります。で、この線実は何かというと、等圧線と言いまして、まあ、いわゆる空気の圧力、気圧が同じところを線で結んだことになっているんですけども、実は、このくびれは何を意味しているかというと、この低気圧の領域がちょっと上に盛り上がって関東の近くまでいますよっていう、そういうことを表しています。これ、わかります?すなわちね、この関東の辺のこのラインは、ちょっと気圧の低いゾーンに、実はなってるんですね。これ、実は小さな低気圧みたいなのがあると思ってください。あの、天気予報を聞いてたら時々言います。気圧の谷。聞いたことあります?気圧の谷、うん。これ難しいよね、うん。実はこういう形のここの部分が低気圧になって気圧の谷になっている。だから実は関東では雨が降っているよ、ということに実はなるんですね。はい、これ難しいけど、こういうところを見れてくると、実は自分で天気予報とかができたりします。難しいね。でもちょっとやってみようか。もう一問用意していまして、ちょっと画面を変えつつ、これか。ドン。今日の授業はちょっとここまでになりそうだね。はい。今回こんな天気図があるんですが、これも聞きましょうか。北海道。北海道の天気はズバリどうでしょう?北海道の天気ってこの後どうなるでしょう?曇り。微妙。晴れ。なるほど。はい。では答えを言いますと、この後雨になります。この後雨になるんです。北海道、ちょっとこの時はまたざっと強く降ったんじゃないですかね。だよね。もう正直言ってね。だよね。でもね、実はね、この授業を聞いている人はね、さっき同じようなことやったんです。実はさっき同じようなことやってるんです。ちょっと前のこれ、なんて答えてくれましたっけ?これ一番最初にお見せしましたね。これ確か皆さん、北海道、雨って答えてくれたよね。なんで?いや、なんか低気圧と寒冷前線。前線って雨降らすよ。前線近づいてきてるよね。ってとこに皆さん注目して、雨って答えてくれて実際正解でした。ですがね、実はね、今回のこれ見えたらね、もうプロです。ここにね、前線が実は書いてないけど、あります。ピンとくる?さっきと比べてみたらいいかな?あ、ごめん、大丈夫。こっちに移るね。こっち、もう一回こっちに戻るね。この時、寒冷前線が書いてあったから分かりやすいんだけども、実はね、天気予報って、まあ、これ寒冷前線あるけども、まあ、消されたってわけじゃなくて、ね、そう。消されたってわけじゃなくて、まあ、そこまで書くまでも至らない弱い前線だよっていうことなので、書いてないんですけども、今回このようにですね、ここに前線が書いてある時の、これに注目してください。これ。さっき言ったあの、等圧線の
くぼみみたいな感じですね。これさっきと逆に、この形ではない逆の形になってるけど、低気圧の部分がこうせり出してるっていうのは合ってるね。だからこの部分が実は低気圧の部分なんです。とすると、さっきの部分に戻りましたらば、ちょっともう一回消そうか。消してみるとね、ここがこう、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 くぼんでますね。ですから、実は書いていないけど、寒冷前線が実はあって、これがやってくるということで、北海道はまあ、ぐわって降るわけではないんですけども、まあ、雨が降るということになって、実際この時は雨が降ったそうなんです。どうですか？いうことですのでね、ちょっともう40分という時間が来てしまったので、本当はもう一個お話できたらよかったんですけども、山に風がぶつかるとかっていう話ができたらよかったんだけども、今日はちょっとここまでにしておきましょう。これだけでもだいぶと、なんて言うんだろう、天気図の見方っていうのも変わってくるよね。で、もしこんなところに注目して、いや、これちょっと実は雨降るかもなとかって言えると、なかなか素敵というか、天気予報、気象予報士の第一歩になるね。はい、ということで、今日はもうこんな形で天気図の見方、高気圧、低気圧、プラスアルファをちょっとお話をしたので、よかったらね、いろいろ見てもらったらいいかな。この後もね、毎日天気予報っていうのは天気図とか新聞に載ると思うから、そういうのを見てくれるといいと思いますね。はい、じゃあ、ご清聴ありがとうございました。またね、できたら、ありがとうね、面白かったって言ってくれて、とてもありがとうございます。はい、またね、機会があったらこんなお話をしたいと思うので、楽しみに待っておいてください。はい、では失礼します。